今回は二次三次ライバーのツンデレな瞬間8選を紹介するぞ。配信中のツンデレモードは、リスナーに対してやコラボをしているライバーとのやりとりの中で、見られることが多いけど、リアルタイムで見られた時のお宝映像感は半端ないわよね。普段はクールな雰囲気のあるライバーだと、余計にグッとくるよな。貴重なツンデレが垣間見える瞬間を厳選したので最後まで楽しんでくれると幸いだぜ。キリッ、気をつけ。一人目はキレのいいトーク力を持つ、ヘルエスタ王国の第二王女、リゼヘルエスタさんだ。彼女の配信はコメントをしっかり拾ってくれるからいつも楽しみなのよね。本人はあまり得意としていないみたいだが、リスナーからは雑談配信も人気なんだ。いつもはゲーム配信が多めだからね。男女ともに人気のあるゲームチョイスをしてくれることもあって、どんな配信でも楽しみやすいのが特徴だと思う。今回はポケモンゲームの配信中に見られたツンデレシーンをご覧いただこう。は？右下？うるさいなどうもありがとうございます。じゃあそれはそれでありがたく受け取っとこうかな。もう静電気食らったやん。みんながしょうもないことを言うからまあそれはそれでどうもありがとうございます。みんながキルアのこと応援しないから悔しいな。統率が取れてなかったな。リスナーのコメントがナイスだったわね。きちんとチャット欄を追ってくれるからこそ見られるツンデレシーンだったな。心なしかトークのキレが落ちて語気が強くなっているのも萌えポイントね。リスナーからは、右下が可愛いのは同意せざるを得ない、まんざらでもないの可愛いといったコメントが寄せられていたぞ。チャット欄が見事に可愛いで埋まっていたわね。一人目からインパクト大だったぜ。続いては持ち前のイケメンボイスで数々の声劇企画や雑談配信を行っているナルセナルさんだ。元気いっぱいな彼の声を聞くといつも元気がもらえるのよね。ちょっと少年っぽさの残る声にファンも心をつかまれているんだぜ。今回は春先エアルさんのゲーム配信中での出来事だ。コラボしてたってこと？実は単独配信をしている途中でナルセさんから電話がかかってきたんだ。普通なら切るところだが、春先さんは通話に出て何食わぬ顔で配信を続けたんだぜ。二人は二次三次に入った頃からの仲だものね。通話くらいじゃ妨げにならないんだわ。マリオゲームの配信中に見せたナルセさんのツンデレシーンがこちらだ。え、なんで俺はさ、お前の配信モード、うん、電話かかってきたから出ろ、マリカ教えたるってきたから。本当だ、マリカの指導したるって言ってるわ。やっぱ失敗だな。わかるわ、なんか失敗する時のジャンプわかるわ。なんで敵育てようとしてるんやろ。そうや、敵よ、教えんよ俺は何も。は？敵は敵に教える情報など皆無。じゃあなんで電話かけてきたんすか。心配だったんですか僕のことが。なんでツンデレかよ。かまってちゃんね。正論を言う春咲さんもまんざらでもなさそうなのが微笑ましいな。憎めない感じが尊いわね。ナルセさんいわく、ここ興奮の日っていうのを教えられるのにずっと見るのはすごいモヤモヤしちゃう、だそうだ。リスナーからは、お兄ちゃん気質だね。天は仰いだ。好きだ。とりあえずこの二人は定々通り越して神々しいんよ。といったコメントが寄せられていたぞ。また二人の伝説が増えたわね。続いては癒し系ボイスでリスナーを魅了するカナエさんだ。おっとりした口調だから、リスナーの日頃の疲れを癒してるんじゃないかしら。ああ、朗読や歌ってみた動画も出ているし、2023年3月にはソロコンサートも開かれるほど人気を集めているんだ。まだまだカナエさんのファンが増えそうね。リスナー思いな一面もあるからな。今回のツンデレシーンも、そんな優しい彼の発言から生まれたんだ。申し訳なさすだな、あれは。いつも酔ってるよ、カナエにね。うるさ。黙れ。黙れ！黙れ！カナエさんにしては珍しい照れ隠しだったわね。素直にありがとうって言いそうなイメージがあったが、これはこれで可愛いよな。スルーしてもよかったのに、ちゃんと拾ってあげるのも彼の優しさよね。リスナーからは、酔わせてあげてよ。黙れ！って言いながらも悪い気はしてなさそう。といったコメントが寄せられていたぞ。さすが、ファンの心をつかむ天才ね。おっとり系なカナエさんの貴重なワンシーンだったな。続いてはイギリスの血が混じるクセ強系ハーフ女子星川沙羅さんだ。デビュー当初の配信からインパクトが強いことで知られているわよね。同期の山上カルタさんやフミさんを煽りまくったことは、二次三次界隈ではちょっとした伝説になっていると思うな。悪い人じゃないのがよくわかるからこそ、可愛いと思ってしまうのよね。特に星川さんは他の人と比べてツンデレシーンも多いんじゃないかしら。
今回はトツマチをしていたカナエさんの配信中にあったワンシーンの紹介だ。早速コシカワワールドを見てみましょう。いやいや嬉しいです、ありがとうございます。最初のその違う違う違う、最初になんかもう銃突きつけられながら輝く一番星みたいな感じだったから、もうそっちの動揺が緊張か。いやいやいいですよ、はい。来るつもりなかったんですよ。え、来るつもりなんて全然 0% だったんですけど、まあ、リスナーさんが行けって言うからちょっとしょうがなく来ました。来てあげました、星川は。そっか、しょうがなくか、はい、しょうがなくです。すぐ終わらせた方がいいか。いや全然いいですよ、星川は別にこの後予定とかないんで、ちょっとみんな同じぐらいの尺で喋ってくれても全然いいです。懺悔したいことって。懺悔したいことありますか？懺悔、いや特にないですね、星川は別に悪いことしてないんで人生において。ツンデレモード全開で絡みに行ったわね。いつもはマイペースに話すカナエさんも彼女の空気感に珍しく飲まれていたな。タジタジになっているのがとても面白かったわ。リスナーからは自分から行こうとしてたけどね、ツンデレのお手本、去年もそうだったけど今年も来てくれたね、といったコメントが寄せられていたぞ。全人類が見本にすべきツンデレの瞬間だったわね。日の打ちどころのないワンシーンだったな。続いては数々のポンコツエピソードを生み出す天才、フレン・イル・スタリオさんだ。クールで知的っぽいイメージなのに意外だわ。有名なのはガスが止まっていたことに気づかず1ヶ月間風呂が故障したと思っていた、という話だ。本当にあった怖い話ね。配信中も間違って通信を切ってしまい、パニックになったそうだ。フレンさんの焦りモードからツンデレモードに切り替わる瞬間をご覧いただこう。ほら、フレン可愛い、ほら。やっぱりフレミンよりフレンのが、あれだからね、やっぱり。待遇いいから。そんなことない。そんなことあるでしょ。フレンの方が可愛いだろうが。ツインテールに戻して。やだね。え、そんなこと言うなら本当に言えちゃうよ、いいの？本当に私いなくなる、いいの？そんなこと言ってみんな。本当にいなくなっちゃうよ、私。いいよ。配信やめていいの？配信やめるよ、そんなことやったら。それはダメ。仕方ないな。じゃあまあ、配信しててあげなくもないかな。ごめんって、いいよ。許してあげなくもないわ。仕方ないな。今回だけだからね。ツンデレだったけど、微笑ましいワンシーンだったわね。リスナーが思った以上にフレミンを押していて面白かったな。フレンさんが再登場するまでの間、コメント欄では PC のコンセントを抜いたんじゃないかと心配の声も上がっていたんだ。さすがにそれはないと思ったけど、彼女ならやりかねないのかしら。リスナーからは、フレンのやだやだマジで好き。フレンこういうの結構不安に思うタイプだからやめてあげて、といったコメントが寄せられていたぜ。中毒性のあるキュートなツンデレだったわね。続いては韓国出身の異世界少女ヤンナリさんだ。韓国出身だと知らなかったわ。2020年にデビューして以降、初めの頃の動画は日本語がたどたどしくてとても可愛かったんだ。今では漢字も読めるくらいにまで成長しているから、過去の配信動画を見返すのも楽しみの一つだと思う。手書きっぽい日本語のサムネも可愛いから、いつも見ちゃうのよね。そんな可愛らしい彼女にも、実はツンデレな一面があったんだ。雑談配信中にポロッとこぼした貴重なシーンがこちらだ。実はね、わはいさお。いつもね、バカって言ってるじゃん、みんなはね。知ってるかもしれませんけど、わはいのバカはね、好きだよの表現なのだよ。で、お前らはね、コニを知ってるからね、お前たちにはね、いつも、バカ、バカって言ってるの、大丈夫なんだけど。恥ずかしい話したら、ま、けど、なんか、ライマさんたちにはね、バカって言ったらね、はぁ、なんでバカって言うのとか、思うから、とか、ちょっと不安だよ。そう。ツンデレは世界を救うわね。万国共通だったな。新規のリスナーに対しての配慮と、おなじみのリスナーへの気配りがさすがだったわ。リスナーからは、今後は脳内で変換したいと思います。バカは可愛いから大丈夫。ツンデレじゃん。といったコメントが寄せられていたぜ。ヤンさんの新しい可愛さを知れたわね。ナイスアシストだったな。続いては大声選手権があれば1位が取れそうなほど声のボリュームが大きい探偵、シェリン・バーガンディさんだ。おとなしめのルックスからはかけ離れた大声をたまに出す時があるわよね。男女ともに安定の人気があって、こびない感じの雰囲気がいいよな。ファンの体調を気遣う優しいシーンもあるから、魅力的な方だと思うわ。二次三次のコラボ配信ではバラの花を持って登場したこともあったんだ。めちゃくちゃイケメンね、私ももらってみたいわ。そんなシェリンさんのツンデレシーンを紹介するぜ。
よし行くぞ。うん、大好き。うそーん。おってなるな気が散るだろう見事にリスナーが背中を押してくれたわね。普段あまり聞けない大好きにファンも歓喜の声を上げていたわ。リスナーもシェリンさんは媚びないだろうと思っていたから不意をつかれたんだと思う。私もリアルタイムで聞いていたらヤバかったと思うわ。リスナーからはこれ大嫌いの後に嘘って言ってるってことはやだ、もうテレ屋さんなんだから。シェリンも被疑者も可愛くて好き、勝ち分かってるの好きといったコメントが寄せられていたぜ。助かるのコメントも溢れていたわね。供給刀ワンシーンだったな。最後に紹介するのは武田トーク力とお嬢様ルックスでファンを魅了する100万点バラサロメさんだ。とても臭いドリアを食べている時でもちゃんとお嬢様キャラを確立させているわよね。嫌味のあるお嬢様キャラではないところがまたファンを増やすポイントになっているんだな。 VTuber の配信をあまり見ない人でも彼女の配信だけは見るという人もいるくらいだものね。そんなサロメさんは絶対絶命都市2のゲーム配信中にツンデレモードを発動しているぜ。早速見てみましょう。さっき私が落ちた時は棒立ちで見られていたのに、自分が危なくなったら助けを求める。へえ、藤宮さん、あなたそういう方でしたのね。藤宮さん、あなたそういう方でしたのね。行きますわよ、もう全く。捕まりまして、まったく世話が焼けますわ。なんだかんだ言いつつもちゃんと助けてあげるのね。ゲームのキャラクターに振り回されているのが可愛かったな。この後もたくさん振り回されていたから、ぜひ元配信で確かめてみてくれ。リスナーからはサロメさんのお嬢様としての気高さと優しさに惚れました。さすがサロメお姉様ですわ。お優しい、見事なツンデレで可愛いといったコメントが寄せられていたぞ。何をしても可愛いとはこのことだったのか。さて、紹介は以上だがどうだったかな？絵に描いたようなツンデレから、普段は見られないようなレアなツンデレまで個性がしっかりあって面白かったわね。今回の動画で紹介できたのはほんの一部だから、概要欄の元配信もぜひ見に行ってみてほしいぜ。他にもライバーの貴重なツンデレの瞬間があればコメントで教えてくれると嬉しいわ。今回は二次三次ライバーのカワボナライバー8選を紹介するぞ。配信中のライバーの口から可愛い発言が飛び出して、すごく和ませるなんてことも、二次三次では珍しくないわよね。貴重な動画を厳選したので最後まで楽しんでくれると幸いだぜ。キリッ、気をつけ。一人目はデビューから衝撃発言のオンパレードだった月の水戸委員長だ。委員長は有名な名言やエピソードも多いのよね。初めての生配信で、エログロで有名な映画ムカデ人間の話をしたんだぜ。清楚って何なのかわからなくなるわね。今回は2022年12月に行われた年末配信をご覧いただこう。めちゃめちゃ最近のホットな話なのね。ああ、こちらだ。しゃあ、最悪の始まり提供した。最高の間違いでしょうが。やったね、みんな。ありがとう。いやちょっと終わってるな、みんな。1年の初めに聞く音これなの、みんなちょっと終わったね。2023年終わらせたぞー、イエーイ、乾杯。ふぅー、家族で聞いてます。全員不幸になるだろ。そんなの、そんなの全員不幸になるだろ。いや、ありがとうございました。本当にね、今年も1年、来年も1年よろしくお願いします。ということで、最後のめくりは100万人達成ということで、縁起がいい、縁起がいいね、ありがとう。いやー、みんな、新年始まってすぐに終わった感想はいかがかな？ん？聞かしてみ、私に。聞かしてみ。まあ、言うてね、2023年開始早々に急にディープキスした私の方が終わってるだろっていうね、ことはちょっと言いっこなしなんですけどね。
私結構新年っていうか1月1日って結構重く捉えてるんだよな、なぜか。あのクリスマスとかより全然重く捉えてますね、1月1日は。うん、特別な気分がして私は好きですみたいな、まあ、好きっていうか重く捉えてるって方が正しいかな。2023年年始早々あのディープキスはどういうことよ。引き続き委員長の話を聞いてみよう。家族で見ているという人もいるみたいよ。委員長を愛してやまない一家なんだろうな。もともとはスマートフォンを潜在に立てかけながら中腰の姿勢で配信していたんだ。配信スタイルが独特すぎるわよ。これがきっかけで洗濯機案件が来たんだぜ。ライブ中に洗濯機が爆発したこともあったわね。リスナーからは、委員長は洗濯機の前で中腰で頑張ってるんだから俺たちも起立したまま頑張らないとな、といったコメントが寄せられていたぞ。洗濯機ネタの起源はこれだったのね。しかし衝撃のディープキスを川越で乗り切ろうとしてるのはさすがの一言だな。まあそれでもなかなかいろんな意味で印象に残るシーンだったわね。これは2023年も波乱の幕上げだな。続いては初めて食べるのを見守られる家永麦さんだ。家永さんの身に何が起きたの？今回は麦さんがいろんなものを初めて食べる挑戦を見守る保護者のような話なんだ。いろんなものってどういう食べ物？今回はカラスミや卵かけご飯、パパイヤなんかだな。珍味から果物、定番まで様々なレパートリーなのね。しかも、食べた後は忖度のないコメントが麦さんらしいな。カラスミなんてガソリンの味ってコメントだからな。あまりにもカラスミがかわいそうだわ。とりあえずそんな2022年12月の話がこちらだ。家は、はい、何食べたの？なんだろう次。カラスミ食べます。え、カラスミなんだ。そう、結構珍味寄りだね。そう、食べたことありますか、カラスミ？俺は多分ないかもですね。学校はない、うん、クラさんは？そう、私もなんか私魚卵がアレルギーで食べられないんだけど、うんうんうん、なんかカラスミは確か魚卵とか卵巣とかそういう感じだったはずだから。確か卵系列だった。これが？そうそう、消しゴム、消しゴムみたいだよ。おい、食べ物やぞ。だって音聞いて。え、聞こえる？片方やばくない？そんな硬いのか。消しゴムもそんな音しないよ。これやばくない？皿叩いてるだけじゃん、じゃなくて。やばいよ。え、確かに結構さ、大きく切ったんじゃない？そう、そのまま買ったのを出した棒で。かじれるかな。一応確かに。ボラの卵巣を塩漬けにして、しかも圧縮して乾燥させたもんなんで。圧縮？そう、じゃあ酒とばとかそういう感じと一緒なのかしら。かもですね、それよりもっと硬いのかな。ドットジップだ。圧縮してるから、ね、ジップ圧縮しておりますから。ジップ圧縮、じゃあ口の中で解凍してもらって。うん、じゃあできんのかな、解凍。中にラプラスを入れよう、うん、いただきます。解凍ツール、ね、かじっていいですか？かじります。いただきます。かじれるかな。かじれると、もう歯負けたらさ、歯医者もついてきてほしい。ついてきてあげよう。他に君の前歯のためだったら、うん、俺たちは君治療されてる様をちゃんと見守ってるよ。いただきます。はい。え、どう？じゃあ塩辛いのかな。ガソリンの味がする。ガソリンの味。え、そんな味、嘘や。塩辛くはない。ガソリン、うん、そんな世界で一番まずタイヤのグミみたいな。苦い。え、嘘は苦いの。うん、でもそうか、ない。塩漬けなのに臭い。臭い。火災臨海公園の味がする。え、なんて？火災臨海公園の味がする。カラスミが火災臨海公園の味ってどういう表現よ。こういう独特な表現が麦さんの魅力なんだ。正直意味わからないけど可愛すぎるわ。まさに近所の優しいお兄さん、いとこのお姉ちゃん、好奇心旺盛なおいっ子といったところだな。こんなお兄ちゃんとお姉ちゃんが欲しかったわね。他の食べてみた感想は元配信で確かめてくれ。リスナーからは、食レポぶっ壊れてて好き、この3人の空気が美味しすぎた、時々出る言葉がカワボだった、といったコメントが寄せられていたぞ。割とガソリンの味ってわかるんだよなっていうコメントがあるなんて意外だったわ。ほっこりで面白い感想が聞けたな。続いてはいたずら好きで現在の電波をジャックした夕日リリさんの登場だ。最初は中性的な雰囲気があってリスナーから男性と勘違いされていたというのは有名な話よね。ピンクの髪にボブカットというところが大きかったのかもな。2019年から髪を伸ばせるようになってからは間違えられないみたいね。そんなリリさんがマリカーでヘニャヘニャになってるシーンが壊れててぶっ飛んでいるらしい。
一体どうしてなのかしら。2022年12月、マリカーのライブ配信をしてる時のヘニャヘニャな一幕がこちらだ。ショートカットあったけどうまく活用できないこともあるよね。おい、殺意の塊あった今。ここショートカット、ここショートカット。ヘニャヘニャというよりはもはや泣いてるわね。ゴール前で妨害を受けたらそりゃヘニャヘニャになるはずだぜ。ショートカットに入った直後だったしね。声にならない声になっていて逆に川ボになっていたな。その後もしばらく声もなかったリリさんだったと。正直すぎるリリ嬢が心配だわ。リスナーからは、ヘニャヘニャになってて草、幼稚園から聞こえてきそうなグズ泣きじゃん、といったコメントが寄せられていたぞ。負けたのは残念だけど切り替えざるを得ないわね。勝利記念日などにお祝いできたら嬉しいな。続いては2時3時ゲーマーズの天使と清楚担当を自称している、本間ひまわりさんだ。嫌なことがあるとひまわりで花占いを始める人ね。まあ少し天然なところはあるかもだな。声は間違いなく川ボ路線なのよね。誰しもが和むクリスマスソングで飛び出した。本間ひまわりさんの川ボ発言に注目してくれ。早速見てみましょう。走れ勝利よ、BGM 忘れたとか、本間のこと。言っちゃった。シャン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 。これが BGM になりますよね。走れソリユ。シャン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 。走れソリユ。シャン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 。そろそろ行っていいかな。走れソリ。シャンシャン。走れソリユ。シャン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 。シャン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 。あ、サンタさんだ。あ、シャン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 とシャン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 とシャンシャンシャン。シャンシャンシャン。もうそろそろいいかな。シャンシャン言いすぎて夜鳥が止まらんのだが、シャン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 、いやー、どうもこんにちは。 BGM は聞こえているかわかりませんが、きっと聞こえているであろう。どうもこんにちは。2時3時の、そんないつも言ってなくない？そんなのこといつも言ってないじゃん。どうもこんにちは、こんばんは、赤ちゃん赤ちゃん赤ちゃん、メリークリスマス。てんほんまドットイブが本命って知らなかったドットひまわりです。よろしくお願いします。ソリが走りすぎて倒れちゃうくらい川骨。まさかのクリスマスイブが本命と知らなかったというヤバすぎるスタートだな。その前の可愛すぎるクリスマスソングが全てを救っているわね。みんなクリスマスにずっと寝てた、まったりしてた、のんびりしてたと類は友を呼ぶ状態なのも大きいな。このゆっくりした感じが、魅力あげあげになるひまわりさんがすごいわね。リスナーからは、ひまちゃんのサンタコスまさかの全ロス、これ言っても笑いしか生まれないあたりがひまわりさんは強い、といったコメントが寄せられていたぞ。ほんまひまわりさんが言うと予想外すぎることが多いのが不思議だわ。今年も一緒にルンルンのクリパだったな。続いては記念に地獄を作ってしまうと噂の林道美琴さんだな。かっこよいベルモンドからの喜ぶ美琴様は可愛いわね。今回紹介するのは2020年に30万人記念に30キャラから声真似が来るまで止められない配信だぜ。これは林道美琴さんのディスコードを知ってる人なら誰でも参加 OK ということで行われたのだ。記念ということで視聴者と遊んでくれたのね。そんな中から厳選した鈴宮春日の川ボモノマネがこちらだ。ということで、どちらが来てくれたので声真似振っていきます。そんなお主の声真似まで3、2、1、9。部活よ部活、なければ作ればいいのよ。東高出身鈴宮春日、ただの人間に興味ありません。春日ありがとう。うっすうっせなんでそんなだよ。え、嘘、なんで行き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 、じゃあ何、どうすれば行きやすくなる、むしろ相談乗って。これは一人で稼ぐしかなくない？やっぱ力一タイプのさ、人間と。え、何回、あ、一回ポロンって落ちてまた振られればいいんよ。あ、そういう感じ。そうそうそう、そういう感じ、そういう感じ。なるほど。
振られてこのままやってそっか落ちればいいよ。例えばさ、私がさレパートリー4つぐらいあるとして、じゃあ鈴宮春樹やりました、じゃあまたやりました、じゃあトゲピーやります、トゲピーチキプリンってやって落ちてってこと。あ、そう、やって落ちて、やって落ちてってやっていけばきちすぎるだろ。うそ、きちくなくない、きついかな、きちくないかな、きちきちくないか、バレなきゃいいんよ、バレなきゃいいか、え、バレなきゃ、何人、6キャラ目、6キャラ目、46分でふん3キャラぐらい稼ごうか、あ、ほんま3キャラぐらい稼ごうか、お、マジ？それめっちゃ嬉しいけど、え、できるかな、ちょっと待って一回落ちて一言やりに来るでもいいんだよ別にその方がやりづらいんだったらここでやってくれて構わんが、いや全然もういい、行きますよすぐあ、ほんと？じゃあすぐ振ってもよろしくね。まさに安定といった感じね。素晴らしい企画なのだが、45分でまだ6人目ととんでもなく長時間になりそうな内容だったのだ。そこで一人の方にたくさん声真似をしてもらうおねだり作戦に出たということなのね。すぐに誰か出てこず、コメントに助けてもらってるあたりが逆にファンの心をくすぐりそうなのよね。最終的にポケモンやアンパンマンなど子供も喜びそうなラインナップになっていたな。まだまだ定番は人気ということね。リスナーからは、朝まで生声真似、結局誰かわからないのくさ、切り抜きで答え合わせがあるって信じてる、といったコメントが寄せられていたぜ。カービィがカービィになってるのが、地味に可愛くなさそうで面白かった。それは確かに可愛くなさそうよね。続いては海外勢ともっと交流するために30分英語のみで対談も行ったこともある長尾圭さんだ。英語のみじゃ何言ってるかわからない人も多いんじゃないかしら。まあいろんな配信ライバーがいても良いとは思うけどな。2時3時の橋渡し役として活動したいと本人は思っているみたいだしな。ふつましとして生活してるけど給料の安さに不満を持っているらしいわね。本人はスーパーのレジ打ちなどバイトも掛け持ちしているみたいだな。今回は怖そうなゲームをみんなでやっている間にロリコへの声真似をしている動画なんだ。もしかしてセンシティブな内容とか？その衝撃の動画がこちらだ。お兄ちゃん、お兄ちゃん、始まったよ。これどうやるんだっけ？あたし、わからない。これかな？あっち、一人はやだよ。一人はやだよ。怖いよ。あっち行こうよ、みんなで。あっち、あっち、あっちよ、あっち。動かないんだけど、クレアちゃん、こっち行こうよ、こっち、こっち、いや、怖い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 けど、あたち死にたくない、これ何？ああ、できない、難しい、あたちできない、これ楽しいね、お兄ちゃん、お姉ちゃん。あれ、できた、これできた、できた、あたちできた、こっち。これの次はこっち。なにこれ、ダウンロード。これでいいのかしら。はい。はい。できたー、やったねー。次は、こっち。これ一人でいると死ぬって知ってるけど、一人でいちゃう、もうやり方覚えてない。これなにこれ。オタク文化を一切通らずに生きてきての精一杯なロリコエだな。ほぼ罰ゲームね。まあこの際ロリコエの出来栄えについて語るのは野暮というものだな。この先にもロリキャラが登場するのか注目ね。リスナーからは、この配信は眉毛のロリボキャ切り抜きが一番おもろいと思ってたけど、長尾も比べ物にならんくらいおもろいな。溢れ出るポプテキピック感、確実にロリではないが総合的に見て可愛かった、といったコメントが寄せられていたぜ。普段の扱いがよくわかる自然な空気感が良かったわ。攻めのロリ声でバリエーションが広がった長尾だったな。続いては、ゲーマーズに帰省で刃が特徴の佐々木作さんだ。子供っぽい言動が目立つ、ややお調子者って感じよね。一見お調子者な佐々木作さんだけど、実際はメモまで手書きでメモを必ず取るといった繊細な一面もあるんだぜ。のんびりした性格の関西女子という感じだものね。今回紹介するのは2020年7月に、パワプロ2020をやってた時にふと青春を感じてしまった出来事だ。パワプロのストーリーはさすがときメモのコナミといった出来栄えなんだな。一体何があったのかしら？可愛い青春の一コマがこちらだぜ。楽しそう、あ、餅像だ。餅よ。いいんじゃないかな、あの子はあれで。あ、小枯らし。さっきまで一緒。あっちだよ。上流の海。絶対
滝に打たれてるよ。あー、これ浮世離れしてる。滝草の滝打たれにいかんか。水着忘れて、あ、水着で遊んでるんや。そんながっつり使ってる感じ。今あいつ稲穂なんかやばいこと言ってたな。男をその気にさせるやばいこと言ってた。ハイビスカス、いや一旦恋愛上手買っとくか。全財産を恋愛に。デートしたいよ。そしたらアルバイトしたいな。稲穂ちゃんは男心をくすぐる技を持っているわね。男をその気にさせるヤバい物を持っているよな。服のまま池に入っていくとか想像するだけでドキドキしてしまう。本人は意識してないところがモテる子なのよね。野球の練習に身が入らない典型的なパターンなのね。そこでデートしたいという声が漏れてしまうのは仕方ないわね。リスナーからは、好きが多すぎて逆に不安になる保護者感、結構ワイルドだな稲穂ちゃん、男はすぐその気になるぞ、といったコメントが寄せられていたぜ。いろいろな意味で天然なことが判明したわね。天然少女の可愛い一面だったな。最後に紹介するのは魔界から遊びにやってきたサキュバスの子供魔界のリリムさんだ。父は偉大なる魔界の王サタンなのよね。ラスボス感漂う設定だよな。きっと今もサタンは見守っているんじゃないか。永遠に子供を知ってことね。そんな魔界のリリムさんが2022年11月ガチャ配信で見せた思わずな川穂がこちらだ。キャラ愛に溢れた発言をしているぜ。早速見てみましょう。で、なんでガチャが引けるかっていうと、これ余ってるんだよね。優勝がちょっと余ってるから、それで10連引くだけ。いやーす、かわいい。え、かわいい。かわいいなー。はい、ねえ。ねえ、ダメだったよ。ダメだった。ダメでした。あ、自分が消えちゃった。まあこんなもんだよね、普通。いや、普通はこんなもんです。なんかガチャの現実を垣間見るような動画よね。カワボなんだけど、これで3000円という衝撃の方が勝るよな。とにかく推しに対しての愛がすごいということはよくわかったわ。聞き手に話しかけたり、コミュニケーション重視なライバーさんなんだ。ありのままをかなり出すタイプだけど、そこが可愛いというファンも多いのよね。リスナーからは、何言ってるかわかんないけど可愛い。でもリリムちゃんはそういうのとは違うと思うんだ。なんというか純粋でうぶというか、ぐちゃぐちゃすぎる、といったコメントが寄せられていたぞ。かなりコメント欄は荒れがちよね。今はライバーが増えすぎてフレンド申請すら諦めるという人間臭さが人気の一つなのかもだな。メンヘラだけど、たまにドキッとすることも言うところもファンは嬉しいんでしょうね。さて、紹介は以上だが、どうだったかな。うっかりから出た発言や天然だったり、いろんなパターンがあったわね。ライバーたちを深く知れて面白かったわね。今回の動画で紹介できたのはほんの一部だから、概要欄の元配信もぜひ見に行ってみてほしいぜ。他にも衝撃の川穂があればコメントで教えてくれると嬉しいわ。今回は2時3時コンビの中でも人気のある佐々木作さんと星川さらさんの尊い瞬間8選を紹介するぞ。先輩後輩の仲良しコンビだね。通称 SSR 組と呼ばれているな。現実だと先輩と後輩って関係が不安だけど、この二人って本当に仲良しよね。むしろ先輩と後輩とは思えないくらい仲がいいと思うぜ。そんな仲良し二人の尊い瞬間を厳選したので、最後まで楽しんでくれると幸いだぜ。キリッ、気をつけ。あれ、前にも聞いたことあるような。そうだな、前に挙げた2時3時の天才的な爆笑モノマネ8選でも紹介したが、今回もそんなモノマネが関係してくるぞ。確かお互いのモノマネをしていたわね。そこがさらに進化してモノマネのモノマネをし始めたんだぜ。言ってる意味がちょっとわからないわ。まあまず2020年9月にあった配信を見てくれたらわかるんだぜ。あーあーあー誰こん誰うるさい、誰ですかそれ。星川さらです。待って待って待って、それ星川佐々木先輩の真似
できますよ。星川の真似してる佐々木先輩の真似できますよ。え、なにそれ、聞きたい。いきますよ。うん。だ、だ、輝く一番星。いやいや、全然違うから。違うから。似てるって。似てない、似てない。リスナーさん言ってくれました。いや、リスナーだから。星川さんのモノマネをする佐々木さんのモノマネをしたのね。結構似てる方だし、不思議な光景ね。このモノマネは他のライバーにも知られていて、ニョイソシエールさんが配信内で、星川さんのモノマネをする佐々木さんのモノマネをしていたぜ。配信中に似たような声がたくさんあったから、リスナーは困惑したんじゃない？そうだな、リスナーからは、狂気の強音、再翻訳みたいになっとるが、といったコメントがあったぞ。やっぱりツッコミどころが満載だったのね。だけど二人の中の似たところが出てて、やっぱり尊いって思っちゃうわよね。続いては紹介するのは星川さんの佐々木さんへの思いだ。さっきモノマネはされていたけど、やっぱり大好きなのかしら。そうだな、大好きという意味とちゃんと尊敬の意味も語られた動画があるぞ。佐々木さんの同期、ふみさんからの語られた内容だ。星川さんには本当に、俺あの同期の星川さらちゃんが本当に佐々木さんの話めっちゃするんですよ。そうだ仲いいもんな。そうで、本当に憧れててすごい、すごいライバーさんでって聞いてて、そう、自分がそのをあまり理解できてないっていうところがあって、うん、話を聞いててもこの凄さがなんか実感はなかったんですよね、うん、で一緒にプレイしてあこういうことかっていうのがあってっていうのが分かって勉強今回は一緒のチームだったことが良かったなと、うん、一緒にね、うん、やるの初めてだもんねこういうのいやそうなんです、うん、モノマネとの態度が別ねまあ後輩として先輩を友人に語っちゃうのも分かるわ同期の人に大好きな先輩の話を想像すると尊さの極みだな。やっぱ配信外での会話もリスナーからしたら最高の供給よね。これに対してリスナーは、優しいな星川、星川可愛いな、といった仲良し度がさらにわかる会話に大喜びだったぞ。直接伝えられる愛も、本人から言われる愛もやっぱり素晴らしいものよね。続いての紹介は佐々木さんがコミュ障を出したところだぜ。言葉を聞くだけじゃわからないわね。普通はそうだな。星川さんの無理か配信を見ればきっとわかると思うぞ。可愛かった話していいですか？一緒にご飯行ったこと言っていいですか？あー、うん、いいよ。あの、ご飯中に、うん、ディズニーの話したじゃないですか。うん。ディズニー、群島先生と行くみたいな話をして、うんうん、で、その時何も言わなかったのに、あの帰り際になって、うん、エスカレーターのとこで急に佐々木もサラちゃんとディズニー行きたい急に言ってきたのがめっちゃ可愛かった行きたかった多分そこまでずっと行きたいって言おうか迷ってたんだろうなやめて星川さんの気持ちもわかるわ唐突の帰りになったらこっそり言うってのもまた愛情を感じるよな二人でしか言えないのもあるしね勇気が出なくてコミュ障とは言っていたけどやっぱり可愛いよなコミュ障でも星川さんにだけってのが特別感あるわよねリスナーからは可愛い泣けるほど可愛いといった佐々木さんの可愛さにコメントが溢れ返っていたぞ続いての紹介は2022年6月のマイクラ配信で行われた2時3時サマープールでの内容だぜマイクラって何でも再現できるのすごいわねああ、特に2人の隠しカイダさん探しが印象的だなカイダハレさんのことよねどういうことかしらマイクラのエリアの中に隠れたカイダさんの顔を探してというミニゲームだな聞くだけで面白そうなゲームねそんなミニゲームを楽しむ姿を見ていこう。あ、待って、カイダいる。うん？嘘。あそこ、あそこの上の頭。あ、あー。すごい。やったー。1。え、これ何？写真とか撮ったの？一応スクショ撮っとくか。撮った撮った。うん、よっしゃー。わ、これちょっとガチで探したくなってきた。あと6個っすよ。6個か。いけるいける。カイダさんを見つけた瞬間に大喜びしてるわね。見つけると全部探したくなってウキウキなのもいいよな。けどこれだけじゃ終わらない。え？楽しそうにしてるだけじゃないの？ゲームに実は景品があってそのシーンも一緒に見てみるとわかる。なるほど、最後があるのね。あ、来ました、来ました。え？うちらが追い求めてきたもの、これ。え？マジか。待って、この1時間半返せよ、カイダ。いや、うちらさ、
んだけ頑張って最後はこれ。今まで探してきたのと同じだったからな。反応にもわかるだろ。ルンルンだった二人が、見つけた途端のあの黙り具合は結構好きよ。リスナーからは、楽しそうな二人が可愛い。景品の階段に文句を垂れてたのに張ったり回したりで、なんやかんやで楽しんでるの可愛かった。といったコメントが寄せられていたぜ。最後は残念でも、やっぱり楽しい姿を見られたのは良かったものね。階段探しに夢中でも最後の花火は、二人も感動していたぜ。続いて紹介は星川さんだけが知っていた、佐々木さんの可愛い姿が尊いんだ。こっそり？あれ、さっきもなかったかしら？マリカの。そうだな、けどそれとはまた別のこっそりトークがあったんだ。それは星川さんのエイペックスのソロ配信で語られているぞ。佐々木先輩がさ、新衣装可愛かったってさ、ディスコチャットしてきたの。さ、リポ送る勇気なかったからチャットでみたいな。めっちゃ可愛くない？この先輩布団にくるんで潰してーなって欲しか思ったよ。可愛いすぎる。今日は戦闘日和。リポ送る勇気ないからってのが可愛いよな。かわいい。ああ、星川だけの知ってるかわいい佐々木先輩にしときたかったな。佐々木さんって少し恥ずかしがり屋だけど、頑張って星川さんに伝えてるのいいわね。リプ送る勇気はないけど、チャットでってお互いがかわいいって言ってるのがいいな。ところで、さっきの星川さんの発言って大丈夫かしら？星川さんは配信内で可愛い女の子を困らせたい。そういう思考があったから、愛情があるっていいじゃないか。重い愛情って仲がいいからこそ出るものね。これに対しリスナーは、てーてー助かる、いい話聞いた、といった反応があったぜ。星川さんしか知らない情報がもらえたからね。独り占めしたいと言っていたけど、やっぱり可愛いは共有したいところがあるもんな。これからももっと暴露話が欲しいわね。続いての紹介は星川さんの新衣装が出た時、制服ツーショットが尊いんだぜ。制服ツーショット、そういえば佐々木さんの衣装は一応制服ね。パンダパーカーのイメージが強すぎてつい忘れちゃうわ。他の制服衣装との差分を見るために、何人かのライバーを横に並べていたが、最後に佐々木さんを持ってきたのは、やっぱり憧れの先輩なのもあってそこがいいんだよな。それじゃあそんな尊い配信はこちらだ。出ます。おっと？誰だこれ？誰だ一体？誰なんだ？配信の2分前に急遽チャット送ったらいいよって言ってくれた。これは弥生族のラスボスだ。うん。二人揃って制服衣装は可愛いわ。配信の2分前に急遽チャットで返信してくれる佐々木さんも優しいわね。それにこの配信の時、ちょうど佐々木さんが弥生族の里に隔離されてたから、突然の登場には驚いたぜ。ああ、実家に帰っていたってことね。配信していない中でこの絡みは嬉しいのは当たり前だわ。この配信ではリスペクト込みの、ちゃんとした佐々木さんのモノマネをする星川さんも見れるんだぜ。やっぱりどこでもモノマネしちゃうのね。リスナーからは、同級生感ある、これはカップル、といったコメントが寄せられていたぜ。また仲良しが見れてリスナーはにやけ状態よね。佐々木さん推しからしたら、推しを嬉しく紹介する姿は嬉しいだろうな。続いての紹介はさっきとはまた違う、二人の可愛いモノマネが尊いんだぜ。モノマネが多いのね、この二人。二人の配信で何かのモノマネをする確率は、結構高いと思うぞ。さっきとは違うって言ってたけど、どんなモノマネなの？それは2022年12月、佐々木さんのマリカの新コースを教える時の出来事を見ればわかるぞ。モノマネ選手権してたの。そうなんですよ。そこはもうシンプルにインついて走ります。わ、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 う、わ、う、う、いや、いやモノマネって丸い川のことだったのね。同じ現場にいたから、一緒にモノマネ選手権をやるのは尊さポイントだよな。ちょっと似てるのもいいわよね。この配信では他にもモノマネをしてたり、似てなくても似てると言い切る、佐々木さんの圧がすごいって星川さんが言ってたぞ。佐々木さんは自分のモノマネにこだわってるわよね。リスナーからは、てーてーじゃん、仲良いね、といったコメントが寄せられていたぜ。いろいろな意味で天然なことが判明したわね。天然幼女の可愛い仕様だったな。最後に紹介するのは、星川さんがただただ佐々木さんに気を使ってるとこだぜ。あれ、優しいだけなんじゃ？タイトルはそうだが、まあ配信を見てくれたらわかるぞ。テレビで見るより、はいはい、あ、実際はって、そう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 、実際の方がスタイルいいですねって言われる。
あ、そうですよね。そう。しかむさめます。でしょ、なんかオフコラボとかね、はい、なんかオフで会ったりとかするとき思ったでしょ。はい、思います。あ、シャワーがあってね。思います。でしょ。はい。はい。そうそうそう。こんな感じ。いやでもめちゃくちゃスタイルいい、このでしょ、ポスターのやつも。みんなね、みんなそんなテレビと変わんないね。うん、あ、そうですね。あの、くずはさんがさっき、佐々木がもっとずんぐりむっくりだったと言ったけど、星川は思わないっすね。そうやんな。思わないっす。星川は思わないっす。あいつちょっと目おかしいかもしらん。いや、そうっす。うん。あ、言ってる意味がわかった気がする。くずはくんのきつい発言を優しくカバーしてるのも、佐々木さんを引き立てるのも上手だよな。ずんぐりむっくりとは言ってたけど、それもまた可愛さだと思うけど。荒野行動のコラボガチャは、SSR 以外にも、さっき話に出てきたくずはさん、星川さんと佐々木さんをカバーするかなえさん、初配信でイカメラを出したお嬢様、100万点バラサロメもいて、大型コラボだったな。この5人が歌った、荒野行動のコラボソング、バディワイルダネスを聞いたけど、とってもかっこよかったわ。配信内でも、裏話とかもあって面白いぞ。リスナーからは、星川って良い後輩だよね。偉い、いい後輩やな、といったコメントが寄せられていたぞ。やっぱり、みんなこの後輩、先輩の関係が好きなのね。後輩ポジションがきちんと取れていて、微笑ましい限りだぜ。さて、紹介は以上だがどうだったかな？モノマネで歪みあったりしたけど、ちゃんと愛があるのが見えて、感動したわ。今回の動画で紹介できたのはほんの一部だ。だからもっと可愛い二人が見れるから、概要欄の元配信もぜひ見に行ってみてほしいぜ。今回紹介した以外にもこの二人の尊いポイントがあればコメントで教えてくれると嬉しいわ。今後もたくさん動画を投稿していくからチャンネル登録、高評価をしていただけるととても励みになるぜ。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。